1> 坂、一。石ころの多い坂道に沿い、行儀の悪い歯並びのように苔の生えた板びさしが軒を並べていた。臭い塩魚を焼く匂いがどこかでする。昼頃の日差しが強い。ふいに一軒のあばら屋のうちで。かかあやガキを日干しにしておいて。 どの面下げて帰ってきたかこの飲んだくれのアホオヤジがかんだかい女の声が聞こえ、それと共に一枚の皿が往来へ飛んできて真っ白に砕けたと思うと、続いて五十字架職人邸の男が放り出されたように転び出した。裸足で、チラシ紙で、目牛のようなチブを胸から裸け離している女房が、 このバカ親父どこへ行く飛び出してきて、親父の曲げをつかみ、ポカポカと殴る。食いつく。火のつくように子は泣いている。犬はキャンキャン言う。近所からの仲裁がかけて出る。武蔵は振り向いた。傘の内で苦笑して見ていた。彼は、さっきから、 そののき続きの末物詩の細工場の前に立ち、子供のように何事も忘れて、ろくろやへらの仕事に見とれていたのであった。振り向いた目は、またすぐ細工場のうちへ戻っている。武蔵は見とれていた。しかし、そこで仕事をしている二人の末物氏は顔も上げなかった。 土の中に魂が入っているように三枚になりきっていた。路傍に佇んで見ているうちに、武蔵は自分もその土をこねてみたくなった。彼には何かそういうことの好きな性質が小さい時からあった。茶碗くらいできるような気がする。だが、その一人の方の六十字架い大きなが、 ヘラと指の頭で今一個の茶碗になりかけている土をいじっているのを見ると、武蔵は自分の不尊な気持ちがたしなめられた。これは大変な技だ。あれまで行くには。この頃の武蔵の心にはままこういう感動を抱くことがあった。人の技、人の芸、何につけ、 優れたものに持つ尊敬である。自分には似たものもできない。はっきりと今も思う。見れば、細工場の片隅には、トイタを置いて、それへ、皿、亀、酒月、水入れのような雑器に安い根をつけて、清水詣での往来のものに傍ら売っているのである。 これほどな安焼き物を作るにも、これほどな良心と三枚とを持ってしているのかと思うと、武蔵は自分の志す剣の道がまだまだ遠いものの気がした。実は、ここ20日余り、吉岡憲法の門をはじめ、著名な道場を歩いてみた結果、案外な感じを抱き、同時に自分の実力が、 自分で卑下しているほどつたないものではないという誇りも大いに持っていた檻なのである。浮上の地、将軍の給付、あらゆる名称と教卒の集まるところ、定めし京都こそは標法の達人上手がいるだろうと思って訪れていって、その床に心から礼儀を施して帰るような道場が一軒でもあったろうか。武蔵は、 かってはその度に寂しい気持ちを抱いて、そこらの標法家の門を出た。俺が強いのか、先が弱いのか。彼にはまだ半然としない。もし今日まで歩いてきたような標法家が今の代表的な人々だとしたら、彼は実社会というものを疑いたいと思った。しかし、 うっかりそれで思い上がることはできないぞということを彼は今見せられていた。わずか二十文か百文の雑記を作る沖縄にさえじっと見ていると、武蔵は怖いような三枚境の芸味と技を感じさせられる。それで暮らしを見れば食うや食わずの貧しい板屋囲いではないか。社会がどうして 甘いものであろうはずはない。武蔵は黙って、心の内だけで土まみれの大きなに頭を下げて、そこの軒を離れた。坂を仰ぐと清水寺の崖道が見える。二<に>。五浪人、五浪人。三年坂を、 武蔵が登りかけた時である。誰か呼ぶので。わしか。振り向いてみると、竹杖一本手に持って、カラスネに腰切りの布子一枚。髭の中から顔を出しているような男。旦那は、宮本様で。うん。武蔵とおっしゃるんで。うん。 ありがとう。尻を向けると男は茶碗坂の方へ降りていった。見ていると茶店らしい軒へ入った。そのあたりには今のようにカゴかきが日向にたくさん群れていたのを武蔵も今しがた見て通ってきたのであるが、自分の生命を尋ねさせたのは一体誰なのか。次には、 その本人が出てくるであろうとしばらく佇んでいたが何者も見えない。彼は坂を登り切った。千術堂とか飛岸院とかそのあたりの胸を一巡して武蔵は、ふるさとに一人いる姉上の息災を守らせたまえ、と祈り、ドング武蔵に苦難を与えたまえ、我に、 死を与えたもうか。我に、天下一の剣を与えたまえ。と祈った。神、仏を礼拝した後は、何かすがすがと洗ったような心になることを、彼は、卓んから無言に教えられ、その後、書物による知識の裏付けも持っていた。崖の縁に傘を捨てる。 傘のそばへ腰を投げた。狂楽獣はここから一目だった。膝を抱いている身のそばには、つくしが頭を揃えていた。偉大な命になりたい。単純な野望が武蔵の若い胸を膨らませた。人間と生まれたからには、 うららかな春のそこここを歩いている三景人や湯山の客とはおよそ遠い夢を武蔵はそこで描いているのだった。天行の昔、作り話に違いないが、平正門と藤原の住友というどっちも野話の看馬みたいな野望家が成功したら日本を半分分けにしようと語り合ったとかいう伝説を、 彼は何かの書物で見たときは、その無知無謀がよほどおかしく感じられたものだが、今の自分にも笑えない気がした。それとは違うが、似た夢を思う。青年だけが持ち得る権利として、彼は彼の道を創作するように夢見ていた。信長は、と考える。秀吉だって。 と思う。だが、戦乱はもう過去の人の夢だった。時代は久しく乾いていた平和を望んでいる。その待望へ応えた家康の長い長い根気を考えると、正しく夢を持つことも難しいなと思う。だが、慶長何年というこの時代は、これからという生命をもって、 俺はあるのだ。信長を志しては遅いだろうし、秀吉のような生き方をめがけては無理であろうが、夢を持てだ。夢を持つことは誰の拘束もない。今去った籠ゴきの子でも夢を持てる。だが、と、武蔵はもう一遍その夢を頭の外へ置いて考え直してみる。 剣、自分の道には、それにある。信長、秀吉、家康もいい。社会はこの人々が生きて通った傍らで、盛んな文化と生活を遂げた。しかし、最後の家康は、もう荒っぽい確信も躍進も必要としないまでの仕上げをやってしまった。こう見ると、 東山から望むところの京都は、関ヶ原以前のように、決して風雲は急でないのであった。違っている。世の中はもう、信長や秀吉を求めた時勢とは違っているのだ。武蔵は、それから、剣とこの社会と、剣と人生と、何でも、 自分の志す標法に自分の若い夢を結びつけて、甲骨と思いふけていた。すると、さっきの木造ガニのようなカゴカキが再び崖の下に顔を見せ、いや、あそこにいやがると、竹杖で武蔵の顔を刺した。3 武蔵は崖の下を睨みつけた。カゴかきの群れは下で、おや眠、ね、つけやがった。歩き出したぞと騒ぐ。ゾロゾロ崖を張ってついてくるし、気にしまいとして歩み出せば、前にも同類らしいものが腕組みしたり、竹杖をついたり、遠巻きに立ちふさぐ形をとる。 武蔵は足を止めた。彼が振り向くと、かごかきの群れも足を止め、そして白い歯をむいて、あれみや、額なんか見てやがると笑う。本願堂の改善に立って、武蔵はそこの古びた胸着にかかっている額を仰いでいるのである。不愉快だ。 よほど大声で一つ怒鳴ってやろうかとは思うが、かごかきを相手にしてもつまらないし、何か間違いならそのうちに散ってしまうであろうとこらえて、掛け額の本願の二文字を、なおじっと仰いでいると、ああ、おいでなすった。ご隠居様がお見えだ。と、かごかきたちが囁ささき合ってにわかに色をなし始めた。 ふと見ると、もうその頃は、この清水寺の正門の懐は人でいっぱいだった。参景人や、僧や、物売りまで何事かと目をそば立てて、武蔵を遠く取り巻いている籠書きの後ろを、また二重三重に囲んで、これからの成り行きに高貴な目を光らせているのである。ところへ、わっしゃ、おっさ、わっしゃ、 おっさ三年坂の坂下とおぼしきあたりから威勢の良い掛け声が近づいてきたのである。と思うと間もなく境内の一端に現れたのは一人のかごかきの背中におぶさったムソジとも見える年寄りだった。その後ろにはこれも五十を等に超えているあまりさっそうとしない田舎風の老武士が見えた。 もうええ、もうええ。老婆は、かごかきの背で元気の良い手を振った。かごかきが膝を折って地へしゃがむと、大義、と言いながら、ぴょいと背中を離れて、後ろの老ブシへ、ゴンおじよ、ぬかるまいぞ、と、意気込みを含んでいる。おすぎばばと、 ふちか六ごんろくなのである。ふたりとも足ごしらえから身支度まで、死での旅路を覚悟のように海外しくして、どうこにじゃ相手は、と、刀の塚にめりをくれながら人垣きを割って入った。籠かご書きたちは、ご隠居、相手はこちらでござります。お急ぎなさいますなよ。 なかなか敵はしぶとい面をしておりますぜ。十分押したくなすって。と、寄りたかって案じたりいたわったりする。見ている人々は驚いた。あのおばあさんがあの若い男へ果たし合いをしようと言うんでしょうかそうらしいが、助立ちもよぼよぼしている。何か訳があるんでしょうな。 あるんでしょうよ。あれ何か連れの者へ怒っていますぜ。聞かない気の年よりもあるものだ。お杉ばばは今、籠かきの一人がどこからか駆け足で持ってきた竹磁くの水をごくりと一口飲んでいた。それをゴンオジへ渡して。何を慌てていなさるぞ。相手はたかの知れた花たれ小僧。 少々ぐらい剣の使いようを学んだとて、ほどが知れておるわいの。気を落ち着けなされ。それから、自分が先に立って、本願堂の階段の前に進み、ぺたりと座り込んだと思うと、懐から数図を取り出して、あなたに立っている塔の相手の武蔵もよそに、また、大勢の監視をよそに、 ややしばらく何か、口の内で祈っていた。四。お杉ぎばの信仰を真似て、ゴンおじも手を合わせた。悲壮を過ぎて、滑稽を感じたのであろう。群衆はそれを見ると、くすりと笑った。誰だい、笑う奴は 籠ゴかきの一人が、それへ向かって怒るように怒鳴った。何がおかしいんだ笑いごっちゃねえぞ。このご隠居様は、遠い作州から出てきなすって、自分の息子の嫁を取って逃げた野郎を撃つために、先頃から、この清水寺へ日産をしておいでなさるんだ。今日がその五十幾日目で、計らずも茶碗坂で、そこにいる野郎よ。 その相手の野郎が通るのを見つけたんだ。こう一人が説明すると、また一人が、さすがに侍の筋というものは違ったもんじゃねえか。あの歳でよ、国にいれば孫でも抱いて楽なご隠居でいられる身を、旅に出て息子の代わりに加名の恥をすすごって言うんだから、頭が下がらう。 すぐ他の者のがまた。俺たちだって、何もご隠居から、毎日逆手をいただいているからの、ごひいになっているからのと、そんなケチな了犬で加勢するわけじゃねえ。あの歳で、若い老人を相手に勝負しようっていう心根がたまらねえんだ。弱い方につくのは人情。当たり前だろう。もしご隠居の方が負けたら、俺たち総がかりで、 あの老人へ向かうよ。なあみんな。そうだとも、年寄りを打たせてたまるものか。籠ゴカたちの説明を聞くと、群衆も熱を帯びてざわめき出した。やれやれとけしかけるものもあるし、だが、ばあさんの息子はどうしたんだと尋ねるものもある。息子か。 それは、カゴかきの仲間は誰も知らないらしく、多分死んでしまったのだろうという者も,もいるし、いや、その息子の生死も方々探しているのだと知った風に説いている者も,もある。その時、お杉ぎばばは、珠を懐へしまっていた。カゴかきも群衆も同時にひっそりした。炊けぞ ババは腰の小脇差しへ左の手を当ててこう呼びかけた。さっきから武蔵はそこに目前と立っていた。およそ三軒ほどの距離を置いて棒のように立っていた。ゴンおじも隠居の脇から足構えして首を前へ伸ばし、やいと呼ぶ。武蔵は、 答える言葉も知らないもののようだった。姫路の城下で、田元を分かつときに、拓庵から注意された記憶は今思い出されたが、籠ゴカたちが群衆へ向かって言いふらしていた言葉は、心外に耐えない。その他、その以前から、本遺伝一家の者のに恨みとして含まれていることも、自分にとっては、そのまま受け取りにくいものである。 要するに、狭い強度のうちの面目や感情に過ぎないのだ。本遺伝又八がここにいさえすれば明らかに解けることではないかと思う。しかし、武蔵は今は当惑していた。この目前の事態をどうするかである。このよぼよぼな馬場と追い朽ちた古武者の挑戦に、彼はほとんど当惑する。 じっと守っている無言は、ただ、遠惑極まる顔でしかなかった。駕籠かきどもはそれを見て、ざまを見ろすくんでしまやがった男らしく、ご隠居に打たれちまえと、口汚く応援する。おすぎばばは、勘のせいか、目をバチバチとた叩いて、強く顔を振った。 と思うと、かごかきどもを振り向いて、うるさいおことらは、商人として立ちおてくれれば済む。わしらが二人撃たれたら、骨は宮本村へ送ってくだされよ。頼んでおくはそれだけじゃ。その他はいらざる造群、助け立ち無用になされ。と、小け差しのつばをせり出して、さらに一歩、 武蔵を睨んで前へ出た。五。竹蔵と馬場は呼び直した。我は元、村では竹蔵といい、この馬場などは悪蔵と呼んでいたものじゃが、今では名を変えているそうじゃの、宮本武蔵と。 えらそうななわいの。ふっ、ふっ、ふっ。と、しわ首を振って、まず刀を抜く前に言葉から切ってかかった。なさえ変えたら、この馬場にも探し当てられまいと思うてかよ。浅はかな。天童様は、この通り、お主が逃げ回る先とても照らしてござるぞよ。さあ。 見事、馬場の首取るか、お主が命をもらうか、勝負をしやれよ。ゴンゴジも、次にしわがれ声を絞った。我が、宮本村を蓄電して以来、指折り数うればもう五年。どれほど探すに骨を折ったことか。清水寺へ日産の会あって、 ここで我に会たることの嬉しさよ。老いたるといえども、不川権六まだまだ、我がごとき小僧に遅れは取らぬ。さあ、覚悟。ぎらりと太刀を抜いて、ババ危ないぞや。後ろへ避けておれ。とかばうと、何を言うババは、かえって権んおじを知ったし、 お主こそ、中風を病んだあげくじゃによって、足元を気をつけなされ。何の、我らには清水寺の諸さつがお守りあるわ。そうじゃ、ごおじ。本意伝家のご先祖様も後ろに助だちしていなさろう。昼むまいぞ。武蔵、いざいざ二人は、 遠方から切っ先を揃えてこう挑んだ。しかし当の武蔵は、それに応じて来ないのみか、推しのように沈黙しているので、お杉ばばは、おじたかよ、竹ぞちょこちょこと横の方へ駆け回って切り入ろうとしたのである。ところが、石にでもつまずいたと見え、両手をついて武蔵の足元へ転んでしまったので、 あ、やられるぞ。周りの人垣が、が,がぜん騒めきだって。早く、助けてやれ叫んだが、ゴンオジすらどう失って、武蔵の顔を伺っているにとどまる。だが、気丈なババだ。放り出した刀を拾って持つと、自分で起き上がり、ゴンオジのそばへ飛んで帰って、すぐ構えを、 武蔵に向け直した。あほうよ、その刀は飾り物か、切る腕はないのか。面のように無表情であった武蔵は、初めてその時、ない、と、大きな声で言い放った。そして、彼が歩き出してきたので、ゴンおじとお杉ぎばばは両方へ飛び分かれ、 ど、どこへ行きある竹ぞない待て己、待たぬかよない武蔵は三度も同じ答えを投げた。横も向かないのである。まっすぐに群衆の中を割って歩み続けた。それ、逃げる隠居が慌てると、 逃がすなカゴカきたちは、どっとかけなだれて、先回りに囲みを作った。あれおや囲いは作ったが、もうその中に、武蔵はいなかった。後で、三年坂や茶碗坂をちりじりに帰る群衆のうちで、あの時武蔵の姿は、 正門の袖堀の六尺もある追辞へ、猫のように飛び上がってすぐ見えなくなったのだ。と取り沙汰するものもあったが、誰も信じなかった。ゴンオジやオスギババは、なお信じるはずもない。御堂の床下ではないか、裏山へ逃げたのではないかと、日の暮れるまで教本していた。